伝統と革新が交差する東京交差点ワンモーメント。東京にはさまざまな伝統と革新が息づいている。写真家中野正隆、2000年に発表した写真集東京ノーバディ、無人の東京をフィルムに収め見る者の心を揺さぶった。想像力を動かしてくれることが僕にとっては狙いだったっていうかね。一枚の写真からどれだけ物語が発展できるかっていうのがすごく重要だから、この本を見て小説を書いてくれたり映画を作ってくれたり、そういう発展があったんですよね。すごい。写真家中野正隆のワンモーメント。東京に無人の一秒があるから追いかけるわけで、リアルにそこに1秒があるかどうかが東京の真実みたいなところがあるんで、その一瞬が見たいために30年もやってるっていう。木村伊兵衛写真賞を受賞した東京窓景など、さまざまな視点から東京を描いている。明らかに窓の外と内側で流れてる時間が違う、違う時間が流れてるところがクロスしていくっていう、そこを写真に撮りたい。広告写真の第一線で活躍する一方、彼は東京という街を撮り続ける。1964年の東京オリンピックの時は僕は小学校3年とかで、なんか頭上にこう道ができたりとか、東京がもうガラッと変わったから、それはもうなんか生物のように東京が生き物みたいに感じられて、そういう相手と格闘しながら30年ぐらい写真を撮り続けてるっていうか。東京で影響を受けた街の一つが新宿だ。学生の頃撮った70年代の白黒の新宿の写真があるんだけど、いつの時代でも気になる街、もっとなんかディープな感じは後々知っていくみたいな。彼の愛機は大判フィルムカメラ、デジタル、そしてスマホ。スマートフォンってあんな暗闇で手持ちで撮れるっていうのが信じられない。パッと撮った写真がすごくなんか妙に心に響くっていうか、ちょっとそういうチャレンジを今やってる。シャッターを押すその動機は東京に対する変わらぬ興味。一人の人間の人生でこれほど変化する年って珍しいと思うんだよね。写真をやってる以上、やっぱりそういう変化って見ていきたいっていうかね、そういう意味では撮り続けると思うけど。今日も独自の目線で新たな東京を発見していく。この番組は一人一人と生きる街、東京都の提供でお送りしました。